しばらくね、一般人の炭狩り風景で、お楽しみください。炭狩りはね、まだ座らないことになるよ。トラブル再生回数で一瞬で終わった。すぐ立ってくれたもん。まだなんか変な音がしてます。変な音が、あの音はやばい。バカバカバカです。だからやっちゃダメだっつったじゃん。だダメだっつってのにやってっからまだ詰まっちゃった。まだね、詰まっちゃったらしいです。俺かすみやるよ。あ、もう今度4回目だね。もうこれね、稲刈り免許停止だね。これだけ詰まらしたってところはもう稲刈り免許停止だから、これもう稲刈りね、しばらく停止で。これ後ろも詰まっちゃってもこれ。見てる、ここが集まってるじゃん。横見ながらやんなきゃダメなの。これ後ろもダメだ。これもうまたねダメだ。夜杖だやっちゃうと壊れちゃうから。なんだやっぱり。引っ張っといて。これ一回押さない。これ壊れちゃったね。これ壊れちゃった。中に入っちゃった。これ全員壊れちゃった。これ引っ張ったら取れないの、これ本当は。まだね、詰まって、しかも壊れたっぽい、今度は。あれほど、夜杖やってる時はダメだっつってたのに、もうこれ動かねえし。なんでこれ。一回外すのだな、これ。横から取れんだねか、横。取れんか。ここ外して。あ、こっちから取る。これ全部蓋開けちゃうから、一回。これ、これ。こっちだよ、こっちこっち。じゃあそこ手入れねえ方がいいよ。ここね。じゃあ中歯が切れっからすんの。これが、あ、これ詰まってる。これもったいないけどな。もっと中押して、もっちこ。違う違う、ここなんだ、ここ。これこれこれ。あ、取れた取れた。そこじゃダメなんだ。いいんだ、これ取ればいいんだろ、これ。違う、これ歯がから。いいんだよ、取れば、これ。これやったらダメだよ、これ。これ一回外したのが、簡単にこれ外れっから、そうして。上から引っ張っていい、これベルト緩めて片足やる。おいい、もっといい、そんたくでやるの。ほら普通のなんだ、これ早いんから。これだけでもう外れちゃう。こっちの方が全然早いから。これでやったな。これね、外してやったのがね、一番楽です。これダメだ、切れちゃう。やめたほうがいい。お昼過ぎからだね、午後から。間に合うから、どうせ間に合う。あれどうせ乾燥してからダメだ。これやって何回もやってると壊れちゃうから。脱いでみる。だから完全に切っ張りじゃないな。ダメだっていうのにやったらさ、その日の乾燥具合で変わってくから、こういうの。昨日大丈夫でも今日ダメだから。この濡れてる夜杖はさ、見えてんのにやってたらダメだ。ダメだ、ボガンどこまでダメになっちゃうか、これ。よかった、これで早いね。また湿っちゃう。終わりだ、これ閉めてね、一回終わります。あげてダメ、なんか引けてから開けてけ。開けておいても変わんない。ドリが通れば通り引っ込むっていう話ですね。まあ皆さんもね、ことわざは守っていきましょう。無理せずね、今回は一回家が乾くまで一緒にしてください。でこれでね、とりあえず一回稲刈り動画ね、一回休止します。ちょっとね、もみをねやってきます。もみ詰まるんだな。やっぱ新しくても歯がいいとか悪いとか言うのに、やっちゃダメな時は やっちゃダメなんだよ、要するに。皆さんも気をつけてください。朝のうちはね、やんないことをお勧めします。それではまた来週農業動画で会いましょう。バイバイ。暑かった、もう汗だくだし、一回少しかげってからがいいな。
これでね、やっぱり 15% でやっとね、止まったんで、これから燃料出して上がっていきます。じゃあこれから袋詰めやってみます。はい、どうも一般人です。でこれからね、この米ね、これたやつ、米屋さんにね、売りに行ってきます。まあ、とりあえずね、こっちの部分の、はい、ストップ、のっけでね、これから米屋に売りに行ってきます。いくらぐらいで売れるでしょうか。